チンチュさーんって、どうしたセントン、教祖様、私はあなたの敬い、愛しています。それを伝えたかっただけです。お前最高だな。シャランバンダイヤ、ハタイグレ、ハタイグレ、よし、払いたい、頑張れ、払いたい。お腹が痛そうな顔しています。ようこそ。シャランバンカン。シャランバンカン。はぁ、バレファール。餅つき、頑張れ。見た目はこんままでいいかな。いいね、餅つき。あれやっちゃう？儀式やっちゃおうか。儀式やっちゃおう。きとー、初儀式、初儀式だぞー。かわいい。新しい信者が入った時にはお主への忠誠心を高めるため、彼らのことを丁重に扱う必要がある。贈り物をしたり、クエストをこなしたり、祝福を授けることで信者たちはお主への忠誠心を強めていく。完全に忠誠を誓った時、信者はお主にモテる全てを捧げるだろう。そこの信者はこちらに来るのだ。お前は、お、信者の忠誠心を高めて信者からレベルアップし、記念や戒律的なかけらを獲得することができます。マジで？レベルアップした信者は説教を聞いた際や祭壇で祈りを捧げる際に記念を追加で生成します。信者の忠誠心をどんどん高めていきましょう。1日に1回信者にインタラクトして祝福することで、その信者の忠誠心を高めることができます。信者に贈り物を渡す、頼まれたクエストをこなす、説教などのアクションを行うことでも忠誠心は上昇します。忠誠心のある信者が増えれば増えるほどお主の力は増していくぞ。教えたいことは山ほどあるか。わしも年でそろそろ体が限界でな。わしの家に来るといい。そこでアーキカキ王冠が秘める死の力を見せてやろう。うわ、こんな世界なん。隠れ子、いやー、もう全然要素多くて全くわからん。わしのホンボロ小屋に来てくれたのだ。わしの二の前踏むんじゃないぞ。そうしないとこんな場所で余生を過ごすことになってしまうからな。さて、く、え？あらまあ、クーボーンズかな？ノックルボーンズ？知らないのか？テーブルに座るという遊び方を教えてやろう。ミニゲーム集ですね、これは。運と駆け引きのサイコロゲーム。遊び方。サイコロの目を合わせよう。相手のハイコロ、どっちのサイコロだ？え？なんか、まあ、とりあえずサイコロゲームやな。頑張りましょう。まあ、負け覚悟でやります。あー、どうしよっか、このライン6。うわ、いかつい。あんた2だったらここ5、強いね。3です。真ん中に3置きます。強すぎるってこと、あそこ14のところに6置きたいな。4来たか。4と22来たから、ここ2消す。おお、カタ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 。ああ、はい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 、むずいむずいっすね。運ゲーですよこれ。落ち川にトラマジカミをほら、詳細に報酬を渡さねば。お、なんかタロットもらったんじゃね。やったー、心臓2、ありがてー。え、ここでゲットできんの？これ全く想像つかないんだけど。お、イエーイ、チロス。教祖よ、払いたいにドッキリ仕掛けたら面白いと思いませんか？やつは好き嫌いが激しいんです。だからうんちを食べさせましょう。お前サムネ決定な。オッケー、一緒楽しいことしようぜ。おお、来た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 。お前何しに来てんねん。
やけどやはり誠であったか。あがき予感よみがえった。だがどうやって我々は万全を期したはず。アンズルだ、この件でシャムランの手を煩わせる必要はない。お前が対処しよう。弟よ、姉上のお店のままに姉やったんやお前。あ、ボスだー、ミスったー。まず噂何？あー、なる、斜めに打ってくる感じ。斜めに打ってくるのと、こう地面にこう潜るというやつね。触手くる、触手ブクブク一発撃破。お前の動きは手に取るように分かっちゃったんだよな。いや、一番倒しやすかったな。我もこの通り鎖につながる力を失っている。だが何も、もともとこのような状態ではなかったのだ。我を裏切りこのような場所へと捕らえられたのは古き信仰の司教どもだ。我を縛り付ける4本の鎖はそれぞれ司教によって守られている。司教を打ち倒し鎖を壊すのだ。4本全てを破壊すれば我は自由を得られるのだろう。お前を蘇らせてやったのはこの我だ。器よ、この恩を忘れるなよ。司教どもを倒すためもっと強くなるのだ。死者を生贄に捧げより多くの力を得よう。それこそが我の解放という使命を果たす近道なのだから。どっちも悪いな。生贄の儀式、教団の名のもとに死んじゃう。生贄捧げることで恵みを得る。やだな。どうか助けてください。あなたの名前はですね、生贄子。どうかしてるんじゃない。生贄子。あ、来た。バルバドス。教団に入れてください。こいつはですね、亀の手。一回はやろう。じゃあ。